どうも、突然ですけども急遽エガちゃんが、まあ、ゲストに来ていただいて、初めましてだと思います、ね、どうも皆さん初めましてエガシャリガと申しますよろしくお願いします。よろしくお願いします。今実は番組僕 の, あの福岡でやってるラジオ番組を、うん、ゲストにエガちゃん来てもらって、はい、30分番組の間で、うん、曲を作ろうってことで、はい、作ったんですよ。作りました、ね、僕らがそれを見ていただこうと思ってせっかくなら動画を回したんですけど、うん、いかんせん回すのが遅すぎただから今これを撮ってるんですよ、ね、そう急遽だから最初にまあこれを見ていただいてこの後ちょっと作ってる様子を、うん、あの音でちょっと楽しみにしていただいてまた後半映像に戻るんでちょっとこんなのができましたよっていうのをちょっとせっかくならね、はい、見ていただくっていうのもありかなと思いますので、そんな回でございます。楽しみに楽しみに山代コミュニケーションズプレゼンツひろきの日曜日は歌月、今週もゲストに、シンガーソングライターの江頭優也さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして、この方も久しぶりです。国武彰くんです。お願いします。お願いします。国武彰です。江頭ちゃんは、はい、まあ彰くん初めてじゃないですか。初めまして、どうも。僕がここもともと多い時で 3本ぐらいやってたんだよね、はいはい、で年間の半分以上福岡で過ごしてたんですよ、うん、はいはい、2年ぐらい前まで、うん、でその間、90% ぐらい一緒にいたのが明君。 90% すごいっすね。で結婚して一切会わなくなりましたけど。なるほど。結婚してから仕事終わったらすぐ帰るお疲れ様でしたってすぐ帰るすぐ帰るよね。いやすぐ帰るよ。で今ほら子供も生まれたので。あそうね。エガちゃんは結婚はまだですか、はい、結婚してます。してますか。はい。あら。お子さんはもういます。お、あら。え、お子さんおいくつですか。今、10ヶ月。あ、びっくりした。10歳かと思って。やばいですね。え、じゃあほとんど一緒ぐらいの子供。僕が、はい、子供がね今ね1歳3ヶ月ぐらいなんですよ、はい、あ、そうなんですね。あんま変わらないですね、うん、そうですね。それで今週、はい、シンガーソングライター同士しかできないような遊びをちょっとやってみないかなと。おお。この30分番組、うん、そこでワンコーラス作ってみないかと。お、得意。お、さすが。の即興で作るとかはありますよね。ありますあります。それを、はい、あの僕も即興で作るってのを、はい、あのすぐ近くの別の局からよくオーダーされることがあってはやってたんですけど、はい、僕もちょっとやったことない試みをやってみたくて、うん、歌ってない方が歌詞を考える、うん。あ、なるほど。 A メロのメロディーを書く方は、うん、サビの歌詞を書く、うん、サビのメロディーを考える方は A メロの歌詞を書く。だからお互いの歌詞で曲を作ってみろと、はい、お、いいですね。どうですか。ちょっと、いや、いいですね。面白そうですよね、はい、でその歌詞をアキラくんが言ったひらがな一文字から始まる歌詞で、はい、うって言ったらそのうから歌詞を出してきてその歌詞にメロディーを反対の人がつけると。わかりました。じゃあどっちが先にしようかな。じゃあじゃんけんで勝った方が、うん、サビ担当のメロディーにしましょう。わ、はいはい、かりました。いきますよ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。あっしゃー。じゃあヘガちゃんがサビのメロディー、じゃあ僕が A メロのメロディーにします。だから A メロの歌詞はヘガちゃんが書く、はい、いきますよ、はい、アキラくんがじゃあ一文字何でもいいってことですか。何でもいいです、何でもいいです、うん。まで、ま、まから始まる歌詞を。これねなかなかないよ。考える時間がないからね。これすごい試みですよね。もしどうしようもなかったらもう流さないし、うん、お蔵入りにするし。流さないとかあるんですねたまにね。たまにあるよね、お蔵入りっていうのがね。たまにお蔵入りの、ね、俺の悪いとこが出たできました。1行目みたいな。1行目できました。おお、すごい、はい、じゃあそ、どうします。その後も頭文字でいってみます。頭文字で ぜひいきましょう。じゃあ次の2行目、じゃあ2行目の頭文字、はい、ば。濁点はちょっと難しいんで、うん、はかばぱばどれに関しましょうか。そういうことね、はい。ラジオで大丈夫ですか。これ無言になりますよその間はもうひろき競馬漫談でいきましょうかできました。はい、どうでもいい話ですバッツリいかれるけど、はい、もう2行ぐらいいきますか。もうじゃあもう2行いきましょう。もう2行いきましょう、はい、もう2行いきましょう。あで、あ、はい、
おお、一周回って一番最初ね、はいはいはい、えでも逆にスー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 歌詞が出てくる方がすごいと思う、うん、僕はだってメロディーはもう決まってますから。お、決まってるんですか。もうあの有名曲パクってやろうかと。パクるんだあ、行きました。はい、行きました。お、早いっすね。じゃあラスト4行目、はいはい、よで、よよよって言ったらもうよいしょしかないそれだけよいしょ、よいしょしかないですか。よっこいしょ、よっこいしょあるかで一緒でしょいや難しいよこれ。いや、なんとなくでもつながってはきてるんですか。もできましたね。お、すごい、すごい。じゃあちょっと発表してください。じゃあいきますよ。はい、じゃあ、ま、ま、は、あ、ようでしたね。はい、はい、真っ白な部屋で。おお、いきなりもういいもんはい、始まりの合図を待ってた。もうこれエガちゃんに歌ってもらう。で次あですね。あ、明日を歩く方法は。次よですね、はい。よそ見をしてたら見つからない。うわ。こんな感じで。今歌詞考えてる時に耳に入ってきたの競馬の話です。そうですね。だからあ、よそ見しちゃいけないと思って。真っ白な部屋で始まりの合図を待ってた。うん。明日を歩く方法はよそ見をしてたら見つからない。はい。素晴らしい。ということでまた来週。続くのシリーズものでぐらいでいいぐらいもう完成されてるからじゃあこれを即興でじゃあ僕がメロディーつけると。わ、すごい。どうしようかな。じゃあ、分かりやすく G のキーとかにしましょうか。はいはいはい、ぜひぜひ。はい、じゃあどうしようかな。えがちゃんだったら分かると思うけど、うん、真っ白な部屋でっていう一言が、うんうん、まずあの早く歌っちゃうと一瞬で終わっちゃうんですよね。そうなんですよね。だからここをどっちにあのスッっていうメロディーでいくか、はい、確かにちょっと引っ張るかを今ねそこで悩んでるのよ。なんかやっと歌好きって感じがしてましたね。そうですね。だいたいこの番組釣りの話と、お、ゲーム、お、あと漫画、はいはいもうそんな話しかしてないですよ。あと競馬ですか。あと競馬ですわ、ちょっと楽しみやな。あ、最初2行だけちょっと。お、もうできたんですね。これが A メロ、 A メロ、 A メロの2行ね、うんうん、例えばね、真っ白な部屋で始まりの合図を待っていた。めちゃくちゃいい。おー、みたいな感じ。めちゃくちゃいい。おー、ちょっと近く分かってきたよ。これサビに行かないといけないですからね。そうですね。高い方に行っちゃおうかな。じゃあ、おう、明日を歩く方法はよそ見をしてたら見つかんない。これでちょっと渡しましょうか。めちゃくちゃいい。なんかいい、そう、良さそうですよね。良さそう。なんか前向きなんだよな、うん、いいですよ。いいですか。はい、じゃあ、かで。か、か、カメムシだな。カメムシエガちゃんはその歌詞をなんかサラサラサラって書いてた時に何を思い浮かべてたんですか。あ、もう景色ですね、どっちかというと。映像が、映像パッと思い浮かべて、まっつったら真っ白って先に出てきたんで、はいはい、もう真っ白な部屋を思い浮かべて、はい、そっからここで何考えようかなっていう。あ、自分をそこに。そうなんですよ。置いて、置いて何考えようかなみたいな。何、なんで俺ここの部屋にいいんだろうなっていう。はい、いいですよ、2行目。お、早い、早いな。いいですよ、2行目。はい、つながるかな。ひひひ、もうひろきでしょひろき、ひろき、ひろきくんひろきくんの話やったんですね、これね。どうしよう、うわ、ひ難しいな、ね、え、これなんかもしうまくいった時になんか展開考えてるんですか。あ、もちろんもちろん。これなんかあるんだったらなんかやりたいですよね。ちゃんと一曲にするとかね。あ、いいですね、はい、あ、それこそその一緒にライブする時とかにね、完成させてね、はい、発表しますってのもいいです。できた。はあ、できた、できた。よしよし、これでいい、これでいい、これでいい。こっちに持っていきます。はい、あとの2行も早いですよ。お、早い、はい、いいですよ。じゃあ3行目。うで、う、あ、もう、うはもう、うね。あ、次の一文字いいですよ。お、一文字、え、えでいきます。え、えね、はい、どうぞ。えがしらさんのえです。あ、なるほど、はい、いいですよ。できた、わ、できた。ちょっと切ないな。
切ない切ない切ないな。あの頭の中では、うん、ちょっとこうほら一歩進みたいけどモヤモヤしたような、うん気持ちを、うん、解決せずに行きました。お解決せずに解決せずに、だってそういう人世の中にいっぱいいると思いますから。おあの解決せずにそれでも明日にを進まなきゃいけないのを率直に言ってました。おじゃあ お願いします。か悲しい時間は心の窓。悲しい。おー。ひ一人の時間は涙の音。おう。う嘘ついて言った、うん、大丈夫と。大丈夫。なるほどね。はい、大丈夫と。大丈夫じゃないのに自分自身にね。そう大丈夫大丈夫って聞かれて大丈夫大丈夫じゃないのに。で最後え。え。笑顔を作ってまたドアを開けた。なるほど。ひろきくんの持ち味が悲しい気持ちがあるけどそれを解決なんかすぐできなくてそのまま、はい、おお一曲それっぽくなってきたよ。なってきましたね、はい、真っ白な部屋ででしたね、はい、始まりの合図を待ってた。でも僕もやったことあるんですよ。あ言ってたね、2週前に言ってたじゃないですか、あの歌本、うんうんうん、あれ僕も買ってたんですよ、ゴーゴーギター。そうなんですね。もう僕はあの F で挫折したタイプなんですけど全然出なくて。あ、いいんじゃないかな。はいや。はいや。すごい。ちょっと待ってくださいね。 ここの産業嘘ついてのところ迷うな。これ迷います、すごく。いいのかこれでみたいなね。これでもさ、それでなんか流して映像で残してても面白かったね、うん、あ、いいんじゃないですかね。自分の言葉の響きだったらあれだけど、人の言葉ってやっぱ難しいし楽しいですね。楽しいですね、うん、あ、どうもできました。できました。お突然始まった動画、ね、何の動画なんだろうっていう感じになってますよね。それまでは音声だけでお楽しみくださいになると思うけど、え、じゃあ行ってみますか。いいですか。はいはいはい。よそ見をしてたら見つからないのところどんなメロディーでしたっけ。よそ見をしてたら見つからない悲しい時間は心の窓、一人の時間は涙の音、嘘ついて言った大丈夫と、笑顔を作ってまたドアを開けた。素晴らしい。すごいね。すごいすごい。こんな感じでどうでしょう。あら、これちょっといったんじゃないですか。これいったんじゃないですかね。アウトロどうします。そうですね、なんかコードだけ考えていきましょうか。 A メロのコードそのままいっています。はい、今だから A7 に行ってで A-7 で D で最後 G でしましょう。はいはい。じゃあ、番組内で作った即興ソング初めて、2人で本当に30分の番組内で作った曲をはいやってみましょう。タイトルどうしますか。タイトル何にしようかな。タイトルこれあきらくん、これも頭文字でいかないと、ね、すすすすあきらくん絶妙なところだよな。すすかすうんすはい、俺はちょっと1個出ましたよ。わ、俺全然出ないんですけど、やっぱその最初の真っ白な部屋でっていうのが結構好きなんで、うんうん、そこの中だけ気持ちを言えるということで、うん、素顔はいつも部屋の中と。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、よくないですか。なんかちょっとそれめちゃくちゃいいですね。ね、ね、いいパスを出した気がする。うん、なんか出来上がるとあきらくんがドヤ顔になる。ちょっと面白いよな。はい、じゃあ、即興ソングいきます。お願いします。映画ちゃんと一緒に作った曲、素顔はいつも部屋の中。
白な部屋で始まりの合図を待っていた。明日を歩く方法はよそ見をしてたら見つからない。悲しい時間は心の窓、一人の時間は涙の音。嘘ついて言った大丈夫と笑顔を作って、またドアを開けた。即興にしてはいいんじゃないですか。めっちゃいい曲、ね、めっちゃいい曲、素敵、素晴らしい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。夢が叶った、夢が叶った。いやー、こういうのが歌好きよ、うん、歌好きっていう番組の。いや、映画ちゃん本当ありがとうございます。いや、こちらこそです。いや、めちゃくちゃ面白かった。いや、こちらこそ楽しかったです。なんかやっぱりこういうほら、シンガーソングライターでしかできないある種の遊び、うん、でこれで一曲今形になって、で今度はこれをちょっとまた発展させたかったら発展どんどん膨らましていって、はい、それが今度ライブにつながって、うん、今度来てる人たちと一緒に楽しめるっていうのがベストですよね。ベストですね、うん、いや、これはいいわ、またちょっとゲストにもぜひ来ていただいて、はい、でコロナがちょっと落ち着き次第僕の方もまたライブ活動を再開させていくので、はい、ちょっとまたご相談させてください。こちらこそよろしくお願いします。ぜひぜひ2人でライブする日はですね、皆さんもぜひ、楽しみにしていただいて、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、突然の YouTube のあれになったから何分の動画になるか全くわからないけどゲストで今回は映画ちゃんが来てくれました。はい、皆さんありがとうございました。映画ちゃんでした。ありがとうございました。またちょっとライブやりましょうね。あ、ぜひ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 お願いします。お願いします。ということで、また、ご視聴ありがとうございました。よろしければなんだっけ、チャンネル登録です。あ、チャンネル登録チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして公式のインスタグラム、ツイッターのフォローもぜひともよろしくお願いします。じゃあねー。チャンネル登録というのか。そうです。